ですね。はい、本当に最近なんですけど。最近でございますね。はい。そうですね。もう JK って言えなくなりますもん。なんか MC でよく言ってたじゃないですか。そうなんですよ。ね、あのいつも自己紹介で、はい、高校3年シンガーソングライターの鈴木ひかるですっていう紹介をしていたんですが、はい、これからあの専門の方に上がる予定なので。あ、そう、明日ね、あの面接が、あの面接なんだろう、先生と面談がありまして、はいはい、それでも決まるって感じなんですけど、なるほど、はい、じゃあそれによって変わるわけですね。そうですね、変わるわけなんですよ。じゃあちょっと緊張して。緊張してしてないですよね。でも明日制服を着るんで、あの高校生の JK の制服を着させていただいて面談です。はい、まあ、私なんだ。なるほど、ね、私なら、はい、いやちょっともう恥ずかしい。やめてください。はい、まあ、こんな感じでいつも、ね、はい、よろしくお願いします。はい、この時間はですね、アーティストをお呼びしましてですね、はい、素敵な1時間を過ごしたいと思いますので、はい、まずは今回のゲストを紹介よろしくお願いします。はい、はい、ご紹介したいと思います。今夜のゲストは MK ミュージックラバスさんが登場します。西新井草加越谷にあるボーカル・ボイストレーニング教室、あ、ありがとうございます、 MK ミュージックアカデミーの先生と生徒さんによるユニットです。教室の発表会やイベント出演など徐々に活動の場を広げています。 NHK ののど自慢大会に出場しました。見事合格の鐘を鳴らしましたということで、はい、今夜はどんなパフォーマンスを見せてくれるでしょうか。はい、すごいですね。はい、ね、すごいですね。今日は大人数なので、はい、もう圧倒されて僕もすごい暑いです。暑いですね。はい、大丈夫ですか、準備。大丈夫ですか。はい。じゃあそれでは、はい、よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。ブンブンブンチブン。皆さんこんばんは、ムキミュージックローズです。今日は皆さんと楽しい時間を一緒に過ごしていきたいと思います。それでは1曲目聴いてください。ステンワン。 When the night has come and the land is dark and the moonShoot, bamboo, to die.
感じでアンサンブルをいくつか準備してきました、曲ごとに、リードボーカルが、順番に変わっていきます。ぜひぜひ、個性豊かな、ボーカルも楽しんでいただけたらなと思います。1曲目のリードボーカルを務めましたのは私5歳美穂でした。ありがとうございます。2曲目の、リードボーカルを務めますのは本日唯一の男性メンバーです。ゆうてんです。ゆうてんです。よろしくお願いします。次も、洋楽が続きます。次はオープンアームスですね。この曲なんですけども、原曲は、ロックなので力強く歌っているんですけれども、今回はアンサンブルということもありましてピアノ一本儚く歌うことにチャレンジしてきました。男性唯一のメンバーなのでバシッと決めたいと思います。期待しています。では聴いてください。オープンアームスです。So cold.
wanting to hold you only you knew how much I want you to but now that you come back the end of me I need you toここまで、英語の曲をやってきましたがここから日本語の曲に移りたいと思います。今日はメンバーの中に中学生が2人おりまして中学2年生ゆうちゃんと中学1年生りあちゃんです。この次の曲は2人も大活躍しますのでぜひぜひフレッシュな歌声にもご注目していただけたら嬉しいです。そして次の曲は、1曲の中でこうリードボーカルが次々に変わっていきます。ゆき先生そして私小沢美穂そして、あやのちゃんがリードボーカルを務めます。この曲はあやのちゃんから紹介していただこうと思います。はい、あやのです。ですね、私は全曲通してですね低音のハモリをメインに担当しておりましてで次に歌う曲ではリードボーカルの一部も担当させていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、次にお聞きいただきます曲なんですけれどもですね、最初の部分にアカペラの部分があるんですけれどもそことあとは歌い終わりの部分ですねめっちゃ練習しました。めっちゃ練習しました。めっちゃ練習しました。ハードル上げるね。本当すごい頑張ってね、はい、練習した曲なのでぜひともその最初と最後特にですねあとハモリの部分に注目して聴いていただけたらなと思います。よろしくお願いします。大丈夫そうですか。大丈夫かな。ではそれでは聴いてください。ジュピター。私のこの両手で
しいことは自分を信じてあげられないこと。愛を学ぶために孤独があるなら意味のないことなど起こりはしない。ちょっとほっとしています。ああ暑い暑い、みんな私だけさあ私たち MK ミュージックラバーズですが、少しずついろんなイベントに参加をさせていただいて、発表の場を設けてきたんですが、次は7月にコラボ祭というデュエット以上の曲をやるイベントを企画しています。今日告知をしたかったんですが、残念ながら今日までに詳細を決められなかったのでSNS で発表しようかなと思うので、ぜひぜひ、ホームページかブログをチェックしていただけたら嬉しいです。さあ、ここまで、私たちの何回やっても忘れちゃう、私たちの演奏を、かけながら支えてくださいましたキーボードの方を紹介したいと思います。みゆでーすさあ次で最後の曲になります。ありがとうございます。さあ次で最後の曲になります。ありがとう。次の曲はゆうちゃんとツインボーカルでお届けしたいなと思います。ゆうちゃんのハイトーンボイスが響き渡るかなと思います。ぜひぜひご注目ください。そしてこの曲はじゃあゆうちゃんから紹介をしてもらおうかな。はい、ゆうです。よろしくお願いします。ですね、私はリズム感には自信のある方なんですが、曲中に出てくる I gotta find a way so let me go のこのアガラのノリがですね、なぜかどうしてもできなくてですね、学校やら家やら好きやらばアガラアガラ
真面目なんです。やっていたらできるように なりましたので、今日は最高のアクアラをお届けしたいと思います。そして皆さんにもう一つお願いがあるんですが、ラララララのところを曲中に何回か出てきますので、まあ聴いてるうちに覚えてくださるはずなのでぜひご唱和ください。じゃあちょっと一回さ、この部分を練習してみたいと思います。歌詞はラーをいっぱい言った後にいつの日かって日本語が言います。その後英語なんですけども、あの細かいことはいいので、アビデアビデを3回アビデーアビデーアビデーって歌ってくれればいいので、一回じゃあ我々でやってみたいと思います。そう、はい、ラー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 、いつの日かです、ぜひ一緒に、いつの日か、浴びて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 、そうです、ありがとうございます。これが、歌詞がちょっと変わったりするんですけど、あのこの歌詞知らないと思ったらそのままラで歌ってくればいいので、ぜひぜひ一緒に歌ってください。だん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 こう最後の方まで何回か繰り返しますので、ここの中には私の生徒さんもいらっしゃいますので、ぜひ皆さんだ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 ん大きな声で自信を持って一緒に歌ってくれたら嬉しいです。そう、はい、それでは最後の曲、みんなで一緒に盛り上がっていきたいと思います。はい、ドントワナクライ聴いてください。ララ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 ラ、いつの日か、I'll be there, I'll be there, I'll be there. I gotta find my way, so let me go. Because baby, I don't wanna cry. I gotta find my way, so let me go. Because baby, I don't wanna cry.待っていてももう無駄だって、みんな分かったのかもね。じゃあなんで待っているのかって聞かれた時に気がついた。殴り合うことじゃなくて、傷つけられたくない、うずくまって我慢してるのって、痛そうで辛そうで後がない。今日が終わるたび胸をなって下ろすなんてやめよう。諦めることを許しながら腹を立てていなくなるから、どこへでも続く道がある。いつの日か、 I'll be there, I'll be there, I'll be there. I gotta find a way, so let me go. 乗りなんてしょうがないけど、 Because baby I don't wanna cryBaby, I don't wanna cry. いろんな顔と心って世界中に溢れてるね。敵味方に分かれ、殺し合いをしているね。そういうことでしか確かめ合うことができなくて、愛しいの大切な何もかも守れなくなるよ。 I gotta find a way, so let me go. やめたいはいいのにね。 Because baby I don't wanna cry. 皆
さん今日は本当にありがとうございます。この後 MC コーナーが続くんですが、ぜひぜひ最後までご覧ください。さあ、さっき練習したラララがこの後に来ます。ぜひぜひ一緒に歌ってください。ララ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 ラ、いつの日かアビデアビデアビデです。いきます。ワンツー、あーごめんなさい、もう一回いきます。ワンツースリーフォー、ラララララください。なんで俺だけ怒られるんだろう。彼女にも愛想つかされるし、今日は帰りたくないな。何もかも嫌になりそうな、あら、どうしたの？元気ないね。つけた顔してるね。まっすぐだよ。下向きしてない。あそこで元気もらえるよ。いい湯だったな。ワンちゃんもあそこに行くのかい？明日晴れるような気がした。いらっしゃい。会いたい会いたい君のその笑顔に、あったかいあったかい僕らの住むこの街。あったかいなあ、足立。あなたの声を聞かせてください。足立区。毎日電車に乗って家と職場を行き来して、今夜は久々に千代田線綾瀬ゼロ番線乗り換えて、街と会話を交わす忘れていた懐かしい感情を、笑顔に出会うたび何かを取り戻したような気がした。あ、お兄
く忘れた。みんなでパーティータイム、足立な餃子でパーティーアップ。みんなでパーティータイム、熱々餃子でパーティーアップ。一緒にパーティータイム、足立でみんながつながって。一緒にパーティータイム、足立が私を優しく包んでく、包んでく。この公平と申します。27歳になります。静岡県の伊東市に勤務して7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よし子です。介護系をやりたくてここに入っていて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は僕は1年生の人たちかな、もしかしたら僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京でまあ勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。名前は藤原理沙です。ハッチ新店舗の立ち上げから理事長をやらせていただいて、今日なんか全部の売り上げが一番、多分私は一生プレイヤーでいたい。その経営とかなんかそっちではなく、一生患者さんと関わってて。ノアからあなたへ、あなたから親愛なる人へ。また会いたいよ、あの場所で君と巡り会えた。また会いたいよ、いつの日か。もうすぐお届けします。一体どこが始まりで最後だ、どこまで生身の体で生きてくんだ、クリアしてくんだ、ぶち抜け貫け暗闇を。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千字デッククロスがお送りしております。提供は町に元気を与える教育・医療・介護の株式会社キャンでお送りいたします。はいはい、はい、そうですね、はい、よいしょ、はい、あ、ごめんなさいね、すごい、はい、どうぞ。ということで、はい、このか、ちょ、はい、もう一回いきますね、はい、この番組は株式会社ネット放送局 C ウェーブ7階ブースからお送りしております。はい、この番組では皆様のメッセージを受け付けております。先住アットマーク C ウェーブにメールしてください。また現在ご覧になっています YouTube、Twitter の、C ウェーブチャンネルでもコメントができますので、こちらの方にも書き込みよろしくお願いします。株式会社キャン、なんて言いましたさっき、株式会社キャンヌゲッターだ、肝心な
すいません、この番組は、株式会社キャンです。はい、お願いします。大丈夫ですか？あ、誠司さんの声が入ってますかね。じゃあ改めまして、はい、今夜のゲストはですね、はい、MK ミュージックラバーズさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、お疲れ様でした。ライブお疲れ様です。ありがとうございました。はい、ちょっと狭くてね、すいませんね、はい、今も大混乱でございましてですね、はい、足元すごいもうコードだらけ、ね、もうコードだらけでね、本当ね、網状態で今夜も大量ということですね。いや、皆さんお疲れ様でした。本当にありがとうございました。これ、そもそもそもは先生が作られたユニットっていう形でよろしいですかね。そうですね、私の生徒さんたちで、はい、あの何かイベントとかに出るときにこの名前で出てるので、あのメンバーがこのメンバーとは限らず、はい、その時によってメンバーが増えたり減ったりしています。あ、なるほど。で、今回はこの番組用にこの精鋭の皆様を、はい、選ばれし、あ選ばれし、選ばれちゃった、選ばれましたね。ね、あ、先生はちなみにごめんなさい、私と、はい、ゆき先生、はい、主催です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、なんか今回のこの番組でこの皆様を選んだなんかあるんですかね、うん、あ、アンサンブルでやりたいなと思っていて、はいはい、今までもアンサンブルはやってたんですけど、はい、1パートにつき2人とか3人とかいることはあったんですけど、はい、今回は基本的に1人1パートっていう感じだったので、そう考えたときに一人で音が取れる人っていうことを、そうなんです、はい、でよりすぐった割にはあの意外と取れなかったりしてあのもうダメ出しが入るんです。そうです、容赦なく首にしたりしながら。あ、厳しいっすね。怖い。そうですね、僕は食らってた。あ、食らってギリギリ食らってた側なんです。あ、本当ですか。あ、なるほど。いろいろありますよ今日は、はい、いやでも全然ねソウルフルな感じでね、良かったですよね皆さんね。ねえ、本当良かった良かった、本当にかっこよかったですよ。ありがとうございます。ねえ、先生一人、ああ、ありがとうございますね。ちょっと遅かった。ワンテップ遅かった。ねえ、先生一人だけ汗かいてて大変でしたけど。そうそう、ちょっとね、ちょっと暑い。いや、暑いですもんね、本当ね。いや、もう熱気もね、すごいですし、こんだけお客様が入るのも久しぶりなので、ねえ、はい、もうすごいありがとうございますね。本当、寝てないですよ、大丈夫ですよね。ここからまでありますからね、時間ね。大丈夫ですか。大丈夫。ありがとうございます、はい、飽きてますね、大丈夫。あれ大丈夫かな。いやいやね、本当で。で、改めてなんですけども、うん、そうしたら、その入るきっかけをその生徒さんに一応一通り聞いてみようかなと思うんですけども、まずじゃあ、あ、はい、僕はですね、はい、もともと始めるきっかけがバンドをやってまして。おお、バンドですか。はい、はい、バンドをやるんだったらまあちゃんとやりたいなっていうことで、はい、どこかないかっていうところで、探したら先生のところが見つかったので、はい、はい、じゃあボーカルやられてたんですか。ボーカルですね、はい、おお、はい、今もや、今はちょっとご無沙汰なんですけど。あら、あ、そうですか。ちょっとそれはちょっと言えない。ちょっとそれはそうですね、ちょっと、はい、ちょっといろいろありますね。いろいろあるので、ちょっと。ちなみにこれメンバーとか見てないですか、ね、どうですかね。メンバーは一人見てますね。見てるよ、頑張ってるよ、本当に。頑張りますよ、また再結成。あ、違う。いや、再結成の話もちょっと。おお、じゃあね、ちょっと話が来てます。ぜひよろしくお願いします。ね、じゃあそのバンドの時にね、また来ていただいて、ね。ぜひぜひ、はい。よろしくお願いいたします。はい、では、すみません。あ、はい、綾乃です。あ、はい、よろしくお願いします、はい、ですね、私は、もともと私もちょっとライブをソロでやらせていただいてまして、はい、本名と違う名義で活動してたんですけれども、はいはい、で今はちょっと今活動を休止してって、うん、現役で活動はしてないんですけれども、はい、その時にですね、お客さんにライブが終わった後の感想で、矢野ちゃんってさ、なんかなんだ、ほどほどじゃないな、それなりに訴えるけどそれなりだよねって言われて。あ、すごいご指摘ですね。もうこんなやろうと思って、でもう絶対上手くなって見返してやると思って、それで今までは独学でちょっと歌をやってたんですけれども、はい、ちゃんと習おうと思って先生のところに通わせていただいてまして、今はもうね活動やめちゃったんですけど、はい、歌うことがやっぱり好きなので練習だけはずっと続けてます。頑張ります。なるほどね。
ハキハキしてますもんね。あ、ありがとうございます。はい、不思議ちゃんって言われてましたけど。ね、なんか髪の毛の感じもね、この感じはちょっと不思議だなっていうものだけど。ね、そうなんですね。ツボに入ってる。ツボに入ってないですか。ありがとうございます。はい、じゃあ後ろのどうぞ。リアです。私は、この教室に入ったのはもともと歌が好きだったっていうのもあるんですけど、お母さんがこの前の教室に通っていて、それをきっかけにちょっとここ入ってみようかということで入ってきました。あ、そうなんですね。今でも中学生ですか。はい、中学生です。あら、まあね、すごいね、しっかりしてますよね。いや、しっかりしてないってわけじゃないですかね。そうですね。ちょっとしっかりしてますよ。ね、あ、そうですね。しっかりしてますね、本当にね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、どうぞ。はい、ゆうです。見えますか、ないですか。はい、見えます。はい、私が入ったきっかけはですね、当時マイブームだったカラオケの祭典、はい、きっかけでやりまして、はい、家族の中で私が一番うまいと思ってたんですが、なるほど。ですが、はい、お父さんに点を抜かされてしまって、はい、その悔しさで悔しさで入りました。すごいきっかけですね。ね、すごいですね。すえ、入られたのは最近なんですか。小学3年生の頃。あ、じゃあもう3年か、そんもっと今、あ、小学3年生。小学3年生。小学校3年で悔しいと思ったんですね。はい、すごいですね。なるほど。今はもう余裕で。余裕で。あ、なるほど。なるほど、すごいですね。じゃあ先生はきっかけはあるんですか。先生のビンピアニストです。先生ね。私も関わり合いはどういう先生は。私の実は生徒ではないんですけど、ね、高校大学の時 の同級生で、はい、そうで普段はピアノの演奏の仕事をしてるんですけど、はいはい、そう普段はバリバリのクラシックをやっていらっしゃるんですけど、そうなんですね、はい、今回じゃあそうなんです。いや、ありがとうございますね。いや、最初来られた時にね、あれと思って僕のイメージなんですけど、いや、先生がピアノ弾かれるのかなと思って、俺はごめんなさい、思わず先生なのかな。どうしようとか言ってた。同世代なので同じ貫禄がある。さすが貫禄ですね。あ、じゃあもう人それぞれやっぱりね、入るきっかけっていうのは ね、 うね、違うんでしょうけどもですね、はい、まあ今日来られてるお客様もなんかね、はい、いらっしゃるんですよ、生徒さんがね。あ、何人か生徒さんもいらっしゃるんです、ね、はい、最後なんかシャウトした先生、ね、ちゃんと映ってますからね。あ、映ってないけど声が乗ってますね。ね、やっぱ人それぞれね、いろんな思いで入られてって感じだと思うんですけど、うん、なんかその、そういう生徒さんに対して最初になんていうんですか、言うまあ、な答えではないんでしょうけども、指導的なものって何かあるんですか。あ、最初にこれを必ず言うとかは全然ない。あ、本当ですか。じゃあ人によって。そうですね。でも西新井、草加、越谷とありまして、はい、ね、生徒さん何人ぐらいいらっしゃる。総勢何人ぐらい。あんまり把握してないんですけど。あ、本当ですか。そのぐらいいらっしゃると、はい、あ、そうなんですね。西新井どの辺なんですか。西新井は、税務署の隣のスタジオなんですけど。あ、はい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 。あそこは神田なのかな。あれ、ダンスミュージックもあります。ダンススタジオみたいな感じ。そうですよね。そうです、なんか4階まで全部スタジオなのかな。あ、そこのビール、同じビールなのかな。あ、そうです、そうです。あ、そうなんですね、はい、いやいや、西新井なんかはもうちょっとごめんなさい、全然あれなんですけど、自分地の近くというか地元だったりとか。草加もどの辺なんですか。草加も駅からすぐ近くなんですけど、そうですね、そこもスタジオがあって。へー、そうですね、はい、すごい。何年ぐらいなんですか、ね、私が先生になってこの前10年経ったって言ってたので11年か11年目ぐらいかな、ぐらいな感じです。はい、すごいですね、11年もやられてる。すごいですね。なかなか、ね、すごい、ね、すごいですね。でもまあ、そのなんていうんですか、その 長続きしてるっていうのもあるんですけども、結構じゃあもう、生徒さんも、まあ、先ほども何年かとおっしゃってましたけども、はい、もう長い方も、長い人はもう私が先生になった日からのずっと生徒さんが今日も来てたりするんですけど、あ、そう、あ、先ほど失礼しました。もうずっとなんか6時ぐらいから待たれてて、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、邪険に扱ってしまったような感じで、ごめんなさいね。大丈夫ですか。なんとそんなことはないんですよ。ね、あ、そうなんですね。
え、あのミュージックスクールを作るきっかけとかっていうのは何かあったんですかね。もともとは、なんか私が卒業し大学卒業して始めたあのアルバイトがあの先生だったんですけどで、はい、そしたらそこのオーナーが、もう辞めるから好きにしていいよみたいになってすごい自由なんかフランチャイズ の、 あのオーナーがいて、はい、でも好きにしていいよって言われて、でそれで残ってた私ともう一人の先生でそこでそのまま続けるっていうことになって、でそのタイミングで自分の実家のとこにもスタジオを作ってそのままそこでも教え始めてっていう感じだったんですけど、そうなんですね、うん、知らなかった。あ、そうですか。初耳ですね。あ、そうなんですよ。よかった、曲ね。初耳で。ちょっとナイス MC。そうですね。このメンバーはもう変わってからのメンバーかな。あ、そうなんですね。もうオーナーがいなくなってからの。あ、なるほど、なるほど。あ、そうなん、そういうこともあるんですね、はい。ラッキーだったんですね、だからね。ねえ。で、それがもう3店舗ということで。そうです ね、 ね、はい。先生は何人ぐらいいらっしゃるんですか。あ、今2人で。あ、え、2人で2人で3店舗ですか。あ、ね、毎日じゃないからですね。あ、そうなんですね。あ、へえ、あ、なるほど。その曜日によって場所も違ってってやってるんですね。はい、あ、でも結構大変ですね。そうですね、もうね、なんか慣れたので大丈夫。あ、本当ですか。はい、スタイル的にはごめんなさい、ワンツーマンでやったりなんですか。あ、そうですね、基本的には1対1で、そうです、一番多くてもグループレッスンで4人とかですかね。あ、そうなんですか。じゃあこの本当にユニットはあのこの例えばワンツーマンでやられてた方を厳選してで集めて、そうです、その時そのレッスンで、その時はみんなでこうアンサンブルのレッスンはまた別にやる、はい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 、そうなんですね。厳しいですか。いや、そんなことはないですよ。ちゃんと的確なアドバイスしてくれますし、はいはいはい、まあ、本番はちょっとピリッとしますけど、ね、まあね、そりゃそうですよね。見せなきゃいけないですからね。特にちょっとね、うっかりミスが多いから。あれ、うっかりしたんですか。あ、一緒一緒、ね、うっかりしちゃうよね。そう、面白いニコニコしながら振り返ってて、怖い、よくやってる。今回そういうもんですか。今日は大丈夫です。今日はなかったですか。大丈夫、セーフ、セーフです。まあ、どの角度からも映ってますからね。気をつけないと。はい、リハーサルの時はやられてる。いやでもね、本番楽しくやるためにはね、しっかりリハーサルがね。そうなんですよね、うん、本番にで怒られるほど嫌なことはないので、後でね、ダメ出しはねとか言われたことも、ね、トラウマになるので。大丈夫ですか、怒られてませんか。大丈夫ですか、後ろの方。大丈夫ですか、顔引きすってませんか。大丈夫ですか。圧でやられたけど、ゆうちゃん優秀なんで大丈夫です。そ, んなことない。そうなんですか。多分ね、全然注意されてないね。たまに泣いちゃったりとかするの。泣きはしない。泣きはしないよね。そんな最初の怖くない。そんな圧はつかない。疲れたっていう割に怖くはないんですよ。優しいですから。優しいです。熱心なだけでね。あ、熱心な。あ、そうですね、熱心だから。ナイスフォロー。熱心な。落とし入れようとしてます。ここでちょっとメールが来てるんで、ちょっと紹介をね、しましょうかね。ですね、はい、はい、じゃあ読みますね。お願いします。大丈夫ですか。はい、どうぞ。はい、せいじいさん、ひかるちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。MK ミュージックラバーさん、こんばんは。こんばんは。はじめまして、デニコです。今夜は、はい、穏やかって書いてありますね。最初の曲で刻一点の男性の方が端っこで歌っていたので、かわいそうだなと思っていたら次の曲で前に、はい、よかったです。短くですね。なるほど、よかったですね。はい、ありがとうございます。気にかけてもらえてありがとうございます。はい、で皆さんのハーモニー素晴らしいですね。ありがとうございます。久しぶりに洋楽を聴きました。素敵な歌声に癒されました。さて、今日は何の日？今日はプルーンの日です。プルーン？プルーンの日です。はい、2と6の語呂合わせで、皆さんはプルーンを食べますか？はい、そうらしいですね。プルーン皆さん食べますか？昔は食べてましたね。おだから目に、そうですね、目にいいって言いますもんね。はい、何の面白みもないですけど、はい、普通ぐらいですよ。めっちゃ食べるわけでもなく、全く食べる、大体の人そうじゃないですか。健康とかさ、あるじゃないですか。
そういうほどほどに、ほどほどそうです。皆さんほどほどです、ね、なるほど。でそうなんですね、はい、若い子もいて仲がいいグループです、うん、そうです ね、うん、これからも素敵なハーモニーも聞かせてください。それではまたバイチャという感じでありがとうございます。ありがとうございます。いやもうとにかくハーモニーはねすごかったですからね。本当に素敵でした、うんうん、いやでもいろいろとパートつられたりとかすることないですか、他のパートに。どうですか。つられまくりでした。めちゃくちゃあれそこでめちゃくちゃ結構得意な人と不得意な人と、ね、みんな得意不得意が違うので。そうですよね、うん、そうなんですよ。いや今日なんか本当狭い中ね、うん、6人で歌ってあらっと思ってこれはやっぱり大変なことになるぞと思っていや結構狭いしであまりこのごめんなさいここの、会場上あまりモニターが ね、 そうですね、はい、はい、羽織っちゃうので、うん、あれだったんですけどもしっかりとね、うん、やられて、うん、しっかりしてました。大丈夫です、ね、しっかりしてました。しっかりしました。しっかりしてました、ね。いやいやということでね、うん、本当にこれからちょっと告知の方とか、そうです、ね、はい、なんかあればと思うんですけども、はい、はい、なんか先ほどもおっしゃってましたけども、そうです、しかしまだ詳細が決まっておりませんので、はい、7月の、13日ぐらいを予定しているんですが、はい、デュエット以上の曲だけをやる回を、やる予定でいまして。デュエットというか 2人で歌ったり、はい、そうですね、3人今日みたいに6人で歌ったり、はい、楽器を使ったものをやったりとか、とにかくソロはないっていう回です。あ、そうなんですね。はい、ちなみに、スクールさんは楽器もやったり。楽器は、はい、特に楽器の先生がいるわけじゃないんですけど、はい、グループレッスンで週、4週目だけセッションをする日があったりとか、はいはいはい、あとその発表会でやるってなると発表会に向けてなんかこう急遽ユニットを作ってだからその発表するために練習するっていう感じ。すごいですね、はい、それでやれちゃうもんなんですかね。どうなんですかね。みんなもともとピアノやってたりとか、はいはいはい、あとその最近はカホンの取り合いになっておりまして、セッションすると、ね、はいはい、みんなやったことないけどやると意外とハマるのがカホンみたいであ、楽しいですよね。そう、楽しくて、はい、みんなで私がカホン、僕がカホンみたいな、いやカホン1個しかない取り合いになってカホン欲してますので誰かね、余ってる方がいらっしゃったらぜひこちらのね、みんなカホンになっちゃうちょっとおかしいことで、打楽器でなんかすごい、ね、今ちょっとイメージしたらすごいな、ごい原住民みたいなセッションになりそうですけど、ね、確かに、あ、そうなんです。あ、じゃあその時にじゃあやれる方が演奏をやるっていう。そうですね。あ、でもやれちゃうのすごいですね、うん、そうですね。なんかみんな割とやっぱ歌う習いに来る人はもともと楽器やってる人も多かったりとか、あとその外で親父バンドみたいなやってる人とか、なるほど、行ったりして、なるほど、はい、そうなんですね。いや今日ね、はい、いらっしゃいますからね、急になんか目をそらしてる方もいますけどそうなんですね。そうなんです。あ、じゃあいろいろな、いや結構楽しめますね本当に。そうです ね、なんか、うん、ただ真面目に歌うだけですやっぱしんどいものがあるので、はいはいはい、まあライブ特にね、はい、楽しみながらやれる方法をって思ってたら、なんかこうアンサンブルっていいなっていう、うん、はいはいはい、はい、それでこんな感じで。いいですよね。なんか最初はほらレッスン、ね、1対1だったのが、うん、いつの間にか仲間が増えてとか ね、そうですね、一番音楽の醍醐味というか、そうです ね、はい、素晴らしいかと思います、うん、あとなんか告知とかあればなんですけども、ね、告知したい人、はい、した人ありますか。大丈夫ですか。大丈夫かな。なんかここで訴えたい、ね、カラオケ100点100点取れそう。そうそうそう。あ、先生大丈夫ですか。あ、ま、大丈夫。いやいや、みんなそう。いや、なんかいや、つ、あの、いや、コンサートとかあればサポート、せっかくなんで、はい、はい、どうぞどうぞ、じゃあ一つだけ、近々の、今、そうですね、4月の14日に、はい、まあ今有楽町でやってるコニカミノルタさんのプラネタリウムがあるんですけど、はいはい、そこでちょっとピアノセッションズという、プラネタリウム見ながら演奏するっていうロマンティックですね。それなんか普段常設のバンドの方々がいるんですけど、その何回か4月と5月だけゲスト出演をさせていただくことになったので、もしお仕事の帰りに毎週週末と祝日やっているようなので、はい、あ、じゃあぜひね、ぜひまた情報はそのうち出す、はい、よろしくお願いします。ありがとうございますね。ありがとうございます。いやいや、でもなんかすごい素敵な感じがね、空間がね、プラタリウムと最近見てないからね、ちょっとね、お名前で調べたら情報が出てくるんですか。あ、
ちょっと待って、俺の仕事、俺の仕事。急にびっくりした。仕事減っちゃうから。いや、大丈夫、OK。楽しいかな。そう、今言おうと思ったのに。カメ、どうぞ。三浦恵美子と言います。はい。はい、普段はピアノ演奏、そうですね、クラシックが多いんですけど、コンサートとか、あとはイベントで地方で演奏したりとか。はい、情報とかは、ツイッターとかやられてますか？始めようとしてるんですが、そのうち近もう近々アップする。そうですね。作るせっかく素敵な演奏やられるからね。はい、ちょっと今サイトのお引っ越し中で。そうなんですね。でも、はい、情報は多分出ると思うので近くなったら、はいはい、よろしければ、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ミュージックスクールさんの方では何か告知とか大丈夫ですか？今決まってるのはちょっとないので。ないですか？はい。生徒さんもこれ随時募集とかされてるんですか？随時無料体験レッスンという形で募集はしておりますので、はい、ホームページからメールを送っていただくか、はい、電話をしていただければ。ホームページは、ミュージック MK ミュージックアカデミーさんでよろしいですかね？はい、ここの番組のフェイスブックページに多分リンクを貼ってくださっていたと思います。そうですね。はい。あ、そうですね。はい。そうそうそう。じゃあそちらの方よろしくお願いします。お待ちしてます。ね、お願いします。いや時間もねあっという間で、そうですね、あとはい。でここで彼女もちょっとアーティストなので告知いいですか？はい、あ、いいですか？じゃあいいですよ。カメラで大丈夫です。カメラで行っちゃってください。すみません。先ほどじゃない初めの方にちょっと自己紹介をさせていただいたんですけど、普段はですねシンガーソングライターとして、ライブ活動とか、いろいろさせていただいているので。4月の6日にですね池袋のサニースポットという、ライブハウスで歌わせていただきます。あといろいろ4月の18日ですかね、それは西川口ハーツさんで、歌わせていただきますので、あとはツイッターもやってるのでぜひ鈴木ひかるで調べていただければ、いろいろ告知もさせていただいているのでぜひ見てください。お願いします。なんかひかるちゃんでねこの CM 放送局で、はい、短編動画というかいわゆる YouTuber 的なものもね、うん、あそうですね、ちょっとずつですけども、はい、始めまして、ね、はい、ぜひぜひそのままね、そちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、はい、私はですね NOAH というバンドやってまして NOXAH という感じでノーマジで書くんですけども、NOAH のギターをやらさせていただきますステージでございまして、まあこれから4月からですね、メンバー3人なんですけども、まあ、こちらもちょっと YouTube を使ってですね、1人ずつリレー方式で、動画をアップしていければなと思っています。ちょっと100日連続でやってどこで途切れるかが、まあ、どのメンバーがちょっとね端折るかどうかあれですけども、はい、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、あなんか大丈夫ですか？あ大丈夫です。隠れてるから大丈夫。他は何か言いたい先生、うん、大丈夫ですか？なんか先生なんか佇んで、はいね、ずっとありますけど今日の感想なんかをちょっと一つ言っていただければ。はい、ここで初めて声を出させていただくんですが、はい、彼女の MK ミュージックアカデミーで一講師を担当した、はい、ゆきと申します。はい、で体験レッスン申し込まずどちらかが担当しますのでぜひ今日の、映像を見て興味の持った方よろしかったらご連絡ください。ね、はい、以上でありがとうございます。いやいやでも素敵なハーモニーをね今日ねお送りしました。ありがとうございました。本当にね、いやいやと言ってまだ1分半残ってますよ。あと1分くらい半、はいね、もう言いたい方大丈夫ですか？なんか感想とか、いやいやもう眠いの大丈夫大丈夫ですかね。え本当に先生なんか一言もしありしたら、うん、彼らに向かって最後に。そうですね、今セッションメンバーをどんどん募集していますので、あそうですね、歌も歌いたいけど楽器もやりたいみたいな人はぜひぜひグループレッスンを一枠だけあるので、はい、別途お問い合わせいただければと思います。ね、もしかしたらまた違う形で、ね、メンバーでまた演奏、はいね、歌とかっていうのを披露していただくということで、はい、いやでもありがとうございました。ありがとうございました。はい、今夜の千住でクロスエンタメライブはいかがだったでしょうか。この後は8時半から千住でクロス C スタジオをお送りいたします。どうぞお楽しみに。またご覧の皆さんにこの CAV チャンネルの登録もお願いします。はい、本日のゲストは MK ミュージックラバーズさんでした。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。この番組はまた来週です。来週。